はい、お世話になります。トライザーのボスです。今日は、ハンニャバーのご紹介です。やっとさハンニャバーが取り付けできました。製品開発ってすごくこう時間かかりますね。こんな感じで、やっとくさできました。メッキもねちょっとこだわったので、すごくこういい商品ができたと思います。で、これをねちゃんと計測しないといけないので、ね、ちょっと分かりやすいように、まずねこの幅がよいしょ、幅が、端で76なので、通常で測るとこで言えば、あ、ごめんなさい、こちらかな、76なので、測るとなればこれぐらいかな、だいたい幅が75ぐらいあります。だから通常販売されているドラッグバーぐらいの幅になると思いますね。これぐらいです。で、高さ、この一番ね、一番この高いところ、高いところが、こんな感じだから、一番高いところでずーっとして42センチぐらいかなの高さになります。なんか遠くから見た時にこうやって見えるかな、高くこうなります、見えます。で、幅がライザーの幅しかないので、12センチもないですね。11センチぐらいしか幅がないです。ここから立ち上がりでずーっと広がっていく形で作ってます。で、プルバック、これね前に沿ってるんで、プルバックの計測はあくまでもこの下からしますね。この下からこうやって見込めたら、ちょっとね両手でやるのが難しいから、こうやって見てもらったら分かると思うんですけど、だいたいこのセンターから20センチぐらい、プルバックは20センチぐらいですね。で、この感じの柄の持つところの高さが、よいしょ、こうして、こうして、さっき測ったんですけどもね、これがね難しいな。約ね、よっよっ、さっきの時にね測ってね、30センチ、こうやって見たら分かるかな、30センチ、これぐらいになります。35センチぐらいになるかな、になります。だからものすごく乗りやすいハンドルになっていると思います。ポジションがすごくいい、よくなってます。ちょうどねハンドルの持つところが、だいたい純正のタンクのこのタンクキャッパーでしょ、キャップより後ろに来てます、手前に来てます。こうやってまっすぐ下ろしたら分かりますかね。結構ねこうやって見たら分かりやすいかな。こんなに単純にまっすぐね、振り子の原理じゃないですけど、こう置いたら、こんなに手前に来ます。だからエイプなのに高くて細くて、高くてこうものすごく高く見えるのに、実はむちゃくちゃ乗りやすいというパターンですね。で、補強をしっかりと補強を入れているので、
すごくこう乗りやすいです。こんな感じかな。タニアバーね、あの皆さんよろしくお願いします。あの特注でサイズをもっと大きくとかできますが、この R がどんどん上に伸びていくんで、ここがどんどん上に伸びていくから、ちょっと長ければ長いほど幅が広くなります。でも通常のエイプバーとかに比べたら、幅がもともと狭く作ってるので、要するにここが外から始まってみんな怖がってるから、怖がってるのと内側から入ってるので、だいぶ楽やと思います。ついでにちゃんと測ってお見せする分でいうか、こうやって75そうかな、75ぐらいでしょ。でこれを普通の、まあ僕らが乗ってるこれタイタンですね、タイタンのこれドラッグバーって言われるやつでも、ほら合わせたらタイタンとかのこのドラッグバーの方が幅が広いんですよ。でよくあるこういうドラッグバーぐらいの、ほらこれが、だから普通のもちろん純正のハンドルに比べたら、よいしょ、全然ほら幅が狭いでしょ。だから通常の、まあこんなちっちゃいやつでもうむちゃくちゃ細いんですけど、この子とかやったら60-68ぐらいかね。そう考えたらこれでこれだけ細いんで、乗りやすいと思います。このスタイルを流行らせたいので協力してください。なんかかっこいいでしょ、これ。これよろしくお願いします。ハンニャバーね、ハンニャバーよろしくお願いします。ではでは。